カメノシの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということで、予告イベントノックザフューチャー開催について、ご一緒に見ていきたいなと思います。はい、ようやく箱イベ、そして星野いちかちゃんバナー、開催でございます。おめでとうございます。もう待ちに待ったという、星野いちかちゃん、ファンの方はたくさんいるんじゃないでしょうか。イベント概要なんですけど、マラソン形式のイベントとなっております。イベントストーリー8話のタイプボーナスがミステリアス、そしてキャラクターボーナスが星野いちかちゃんで、カイトニーヤン、来ちゃいました。レオニードカイトとか言うね。想像つかねえ。何やるんだろう。ドラムか。そんな感じで、キャラクターボーナス星4が、星野いちかちゃん、そしてカイト、望月ほなみちゃん。星3報酬に日の森志保ちゃん。星2報酬に天馬咲ちゃんっていった感じになります。レオニードのミステリアスはね、編成組みやすいと思うんですよ。ステラが完全にミステリアスだったんで。今回の報酬枠の志保ちゃんと咲ちゃんに関しても、ステラで星4のミステリアスとして登場していますので、ステライベのキャラクターを持ってる方は編成組みやすいのかなと思います。流星ヘッドホンにちょっと目がいったけど。はい。軽くですが、編成の方組ませていただきました。はい。ステラが完全にしてます。うん。完全にステラしてます。で、編成組むときは、レオニードミステリアス染めが無難なのかなと思います。ただのミステリアス染めもやろうと思えばできますが、220%。うん、カイト兄さん引けば 250% といった編成になるんじゃないでしょうか。初期のいちかちゃんと報酬のほなみちゃんがミステリアスタイプ。あとは初期のしほちゃんミステリアスタイプですし、まあ、レオニードミステリアス染めにて、僕の総合逆は25万。25万って結構出てるよな。思ったけど。公式のリプランで編成組んでる方がいて、僕と全く同じ編成だったけど、総合逆20万出てなかったんで、エリアアイテムってすごいなって思いました。はい。うん。エリアアイテムボーナス僕9万入ってるんで、うん。やべえなって思いましたね。そんな感じで、ここから少し雑談になりますが、まあ、最新イベント情報に関してはもう終了なんですけど、僕はプロジェクト世界のストーリーの良さ、というものに、まあ、気づかされた、まあ、いわゆる一番最初に見たユニットストーリーというものが、レオニードでございました。はい。まあ、動画の方でも残してるんですけど、初めてレオニードのユニットストーリー見たときに、あ、プロジェクト世界のストーリーってこんなに完成度高いんだと思って。うん。まあ、言っちゃえば、レオニードって僕の中ではすごい王道のストーリーで、幼馴染で昔から馴染みのある、4人がバンドを組んで、それこそ本当にリアリティのある高校生活を送りつつ、少し前までのイベストでは、しほちゃんの葛藤がずっと描かれていて、プロになるっていう気持ちの一番強いしほちゃんと同じ気持ちで、あ、プロになる覚悟はあるのかといった、それに他のメンバーがその気持ちに応えれるのかといった感じで、今回のイベントストーリー、いちかちゃんのバナーイベに関しては、イベントのタイトルが、まあ、夢の第一歩のようなタイトルですので、プロになる道への第一歩目のイベントストーリーになるのかなと思います。まあ、といっても僕、レオニード、ちょっと前のチアフルカーニバルイベントのさきちゃんのイベストをまだ読めてないんですけど、うん、今までの高校生活プラスバンド、だって、世界から次はプロに目指す道を選んだユニットのバンドストーリーが見れるとすごい気になってます。はい。個人的にですが、レオニードのストーリーはね、うん、本当にそこからプロセカのストーリーの完成度に気づいて、他のユニットストーリーも見て、いろんなイベントストーリーも読ませていただいて、もしね、まだユニットストーリーやらイベントストーリーやら見たことないよって方、いや全然いるとは思うんですけど、ただ僕の体感的な話なんですけど、コメント欄とか見てる感じなんですけど、プロセカのストーリーは読んでないユーザーもいるけど、読んでるユーザーもめちゃめちゃ多い印象ですので、うん。ぜひね、この動画を機に僕のイベントストーリーの感想動画とか見てくださると幸いで、まあ、最近はガイドライン変わってちょっと感想動画とかも撮りづらくなっちゃったんで、動画に残したりはしてないんですけど、ぜひ見てくださると幸いです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。